はい、始まりました。本日なんですけど、僕は美容師として美容室を営んでいます。美容室の紹介の動画もね、以前に上げましたよね。こんな感じなんですよ。お店に置いてある商品も僕が選んでいます。僕はミニマリストなんで、自分の購入品、持ち物っていうものをかなり厳選して選ぶタイプなんですよ。お店に置いてある商品も同じことが言えるんです。お店で売っている商品ですね。なので今回は、暑くなってくるこれからの季節に美容師目線からおすすめアイテムをご紹介していきます。はい、まずはこちらです。ミーファのフレグランス UV スプレーです。 UV スプレーっていうぐらいだから、こちらね、日焼け止めなんですよね。スプレータイプの日焼け止めなんです。紫外線ってのはね、もう今の季節からでもすごいんで、日焼け止めはもうすでに欠かせないアイテムですよね。日焼け止めって物によっては汗とかでもね、落ちてしまうものもありますし、こすったりしてもね、落ちちゃうので、こういうね、スプレータイプをバッグの中に常に持っておくと、ちょっと心配な時とかこまめにつけれるっていうのもメリットです。こちらの商品でいうと、髪にも使えるんですよね。髪も肌と同様に日焼けしますからね、ダメージの原因になったり、カラーの色落ちの原因なんかにもなります。そういう面でもおすすめです。これは見た目は可愛いけど、SPF50+ で PA4+ なんで、結構パワーもあります。なんだけど肌への刺激は少ないです。しかもいろんな匂いがあるんですよ。ここにあるのは4種類だけど、もっといろいろな匂いがあります。ほら、こんなにいろんな種類があるのよ。結構あるよね。お子さんがいる方なんかは、日焼け止めをなかなかね、塗らせてもらえなかったり、こういうスプレータイプだったら、やるよっつってシューってやるとね、わーいい匂いなんて言ってくれるお子さんもいるみたいです。いろんな面でおすすめですよね。本当にこれいい匂いなんですよ。こうやって髪にもつけたりとか、肌にもね、こうやってファーってつけれるんでね、こういうのをね、一つ持っとくことが、これからの季節にスプレータイプの日焼け止めっていうのを持っとくのはすごくおすすめです。ぜひ使ってみてください。次、はい、続いてはこちら。次のご紹介はこちらです。リックスのドライシャンプーです。ドライシャンプー、最近少し聞くよね。水も不要のスプレータイプのシャンプーです。髪と頭皮のベタつきや匂いなんかも取ってくれるものなんです。たくさん汗をかいた時や、学校終わり、仕事終わりな、どうしても汗をかいてベトついたりしますよね。こちらを頭皮や髪にシューッとスプレーすることによって、皮脂と嫌な匂いを同時に吸着してくれて、リセットしてくれるんですよね。本当に気持ちいいんですよ。こうやってね、よく振ってね、頭皮にこうやってつけてあげるんですよ。それでちょっとこうやってね、こすってあげるんですよね。こすってあげると本当にすっきりします。嫌なベトつきっていうのが取れるんですよ。本当に気持ちいいんだよね。これね、自分結構驚いてるんですよね。なんか汗が出てきたなとかって、肌はね結構ベタつくななんて気にしてたんだけど、これを使うことによってすっごいすっきりした感じを受けたんですよ。だから思ってる以上に頭皮っていうのは皮脂でベトついていたんだなっていうのをね、思いましたね。なかなか感じにくい部分ではあると思うんです。だけど実際のところはベトついているんですよね。ドライシャンプー使ってあげると本当にスッキリします。エチケットとしても大事ですよね。めっちゃおすすめ。次、はい、こちら。はい、次はこちら。はい、アリミノさんのミントシャンプーですね。こちらね、もうパッケージが可愛くない？これ可愛くない？もうこの時点で購入を決めましたっていう感じなんだけど、つきやすい季節なんで、いつも使っているシャンプーとクール系のシャンプーっていうのを持っとくとね、本当にいいんですよね。クールシャンプーなんで冷たくなってくるんですよ。暑い季節にはそれが心地いいんですよね。クール感が苦手な方もいると思うんですよ。でも今いろんなメーカーから出てるクールシャンプーっていうのは、こうやってこっちが見た目にもわかると思うけど、こっちの方が清涼感があります。クール感、スッキリ感っていうのが強いんですよ。その感覚が好きな人はこちらの強いタイプを選べばいい。あんまりスッキリしすぎるのは、冷たすぎるのはっていう方はね、こっちのもう少しマイルドなタイプを選んであげると適度な清涼感を得られます。暑い季節だけね、これ使えばいいので、こういうのを1個持っとくとね、
もう最高なんですよね。一日終わったっつってクールシャンプーを使ってシャンプーした時の清涼感ね、皆さんにもぜひ味わってほしいです。夏におすすめのアイテムです。はい、いかがだったでしょうか。今日は美容師目線から選んだこれからの暑い季節におすすめの商品をご紹介いたしました。スプレータイプの日焼け止め、ドライシャンプー、クールシャンプー、これからの季節にとても重要なアイテムです。暑い季節を気持ちよく過ごせます。自分の美容室では小さな店ですし、でいい商品を選びたいので、むやみに販売する商品っていうのをね置いてはいないんですけど、今回ご紹介した商品っていうのはね本当に自分がいいと思ったので置くことを決めました。ぜひ皆さんも今回ご紹介したアイテムを使ってみてください。はい、今日の動画が良かったよ、持っているものありました、使ってみたいアイテムありましたと思ってくれた人はグッドボタン、これからも生活に役立つ様々な情報を発信していきますんで、よかったら見逃さないようにチャンネル登録もよろしくお願いします。これからまたかつての日常っていうのがね戻ってきます。厳しい暑さも来ます。どうにか乗り切っていきましょう。はい、本日は以上です。また会いましょう。絶対会いましょう。バイバーイ。